アメリカ合衆国環境保護庁長官は、アメリカ合衆国連邦政府の環境保護庁の長であり、連邦の大気浄化法と水質浄化法を実施する役割を果たす。長官は大統領によって指名され、上院の投票によって承認されねばならない。環境保護庁長官の職は、環境保護庁設置法に基づき1970年に設置された。 環境保護庁長官は、慣習的に閣僚級の地位を大統領から付与され、大統領、副大統領と15名の内閣長官と共に座る。1980年代末以降、環境保護庁長官を閣僚に昇格させようとする運動が起こり、環境問題に対応すべく、道庁を第16の内閣機関とした。環境保護庁長官は、他の諸国における、 環境大臣に相当する。長官代理は通常、全長官が辞任してから後継者が承認されるまで一時的に、または政権交代の過渡期に後継者が指名、承認されるまで職を引き受けるということに注意せねばならない。長官代理は環境保護庁職員の中から選ばれ、通常、あらかじめ上院の承認を得ることを就任の条件とする。 リンダ・フィッシャーとスティーブン・イエル・ジョンソン、アンドリュー・アール・ウィーラーは長官代理就任時に副長官を務めていた。マリアン・ラマント・ホリンコは当時次官であった。彼らは長官代理就任に際して上院の承認を要しなかったが、正式な長官として勤務するには上院によって承認されねばならない。2019年2月28日まで代理。ありがとうございます。